ヤギの瞳孔が横に長いことに気づいたことがあるだろうか。普通瞳孔といえば丸い形を思い浮かべるかもしれないが、ヤギの場合この横長の瞳孔が大きな役割を果たしている。野生で生き抜くためにこの特殊な瞳孔が必要なのだ。ヤギは野生で常に天敵に狙われている草食動物だ。だからこそ周囲を広く見渡す能力が欠かせない。ヤギの瞳孔が横に長いおかげでほぼ360度の視野を確保している。つまり背後から忍び寄る天敵にもすぐに気づけるというわけだ。これが彼らの生存術である。さらに面白いのはヤギが草を食べている時の瞳孔の動きだ。頭を下げている状態でも瞳孔が地面と平行になるように自動で回転する。このおかげで草を食べながらでも周囲の状況をしっかりと把握している。見た目はのんびりしていても常に警戒を怠らない。ヤギはただの草食動物ではなく常に危険に備えている慎重なサバイバーなのだ。ヤギだけでなくアルパカなどの草食動物も同様の横長の瞳孔を持っている。彼らもまた天敵から身を守るためにこの視野の広さを活用している。もちろん例外はあるが、多くの草食動物がこの仕組みを持つのは理にかなっている。結局ヤギから学べることは見た目に騙されないということだ。あのリラックスした草を食べる姿も実は周囲を常にチェックし危険を察知するためのもの。人間も何かに集中しすぎて周りが見えなくなることがあるが、ヤギのように注意深くバランスを取ることが大切だ。ヤギを見ているとどれだけ油断しないことが重要かがよくわかる。だからもしヤギがのんびり草を食べている姿を見かけたら、彼らが実は常に警戒していることを思い出してほしい。草を食べるだけの単純な生き物ではなく周囲に目を光らせている慎重なサバイバーなのだ。なんだかヤギのことがちょっとかっこよく思えてこないだろうか。さて今回のヤギの瞳孔の話が少しでも面白いと思ってくれたなら、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。次回も動物たちの驚きの特徴や秘密をお届けするので、よろしくお願いします。ヤギのように広い視野を持って次の動画を待っていてくれると嬉しいです。